ジュイエーヤホーせやです。今回もまた面白いこと考えちゃいました。で、何をするかというと、歯医者の先生がめっちゃ美人なんだよねって嫁に伝えたら、一体どんなのするってやっていこうかなと思います。まあ、感じのりちゃんは今出かけてて、もうそろそろって帰ってくるんですけど、僕家にいたんですよね。こんなくだらないこと思いついちゃったんですけど、なんかホワイトニングしたいなってずっとりちゃんに言ってたんですよ。で、なんか行きたいな、もうそろそろ行こうかなみたいなこと言ってて、その時に、まあ、ふと家に行ったら、あ、これ、まあ、僕別の歯医者行ってるんですけど、ホワイトニングとまた別じゃないですか。これ別のところに行って、もしその担当する人が、まあ、めちゃめちゃ美人で気があってみたいな感じのこと言ったら、もう絶対面白いこと取れるなと思ったんですよ、りっちゃんだったら。まあ実際には行ってないんですけどね、まあ、もうお作り話の設定で行くので。じゃあ帰ってきたら、もうくだらない僕のこの想像で、まあ行ってきてみたいな。で、最初になんか女性ずっとつまんないんで、なんかガンちゃん帰ってきたら、いいとこ見つけたんだよねみたいな、5000円ぐらいでみたいな、5000円って多分安いと思うんですけど、5000円ぐらいのとこ見つけてみたいなこと言って、行こうかなとって言います。で、さ、まずりっちゃん許可を取ります。で、あ、いいんじゃないってなったら、もう実はなんか女の人で気が合うっていうか、なんかいいんですよね、親身になってくれるんですよねって言ったら、多分りっちゃんビフーンってなると思うので、その時のこの高低差っていうんですかね、絶対面白いと思うんですからね。それじゃあ面白い反応見てこようと思います。じゃあそれではやってきます。おかえり。帰ってきたよ。帰ってきた。見て見て。どう、白い？何、わかんない、なんで？あれさ、はい、見て。わかんない。わかんないって。え、なんで？いや、今日あれなんだよ、あの、なんだっけ、あのホワイトニングの歯医者行ってさ、いっちゃん出かけてる時に、うん、行ってきた、とりあえず手はないね。おー、痛い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 。痛かったね。やったー。心の準備をしないと。え、行ってきたの？行ってきたよ。で、どうだ？行っていいっつったでしょ、だって。うん、言ってたけどさ。ほら、なんだ、1回目だからあれだけどさ。あー、1回目だったら。前さ、俺自分トウモロコシだったのさ。トウモロコシだったじゃん、前まで。あ、歯にね。歯にわかんねえ。トウモロコシ。あ、そう。担当してくれる人がさ、そう、行ったらさ、担当してくれる人めちゃめちゃいい人だったの、初めてなんですみたいなこと言ってさ、なんかすごい年近い感じでさ、まあ、女の人なんだけどさ、結構なんか美人っていうのかな、なんか結構可愛い感じの、まあ、人ではあるんだよ。だけどなんか全然なんかんちゃんの写真とか見せたら、なんかすごい綺麗な人ですねみたいな。嬉しい。そう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 。で、なんか結構年近かったからさ、盛り上がって、あ、そうなんですねみたいな感じで。そう、結構だから、まあでもそこなんかその5000円だったりするから結構おすすめですよみたいなこと言われて、うん、俺的にはいいのかなと思って。で、うまい話に乗ってきちゃった。なんだよ、うまい話。ね、なんだよ。ね、いい意味で。いい。なんだよ。なんで？そういう意味で言ってるわけだよ。絶対こういうこと言われるなって思ったもんだって俺。じゃなくって。何が言いたいの？とかいいかなと思って。私もそこ通いたい。うん、ちゃんとホームライトでやってんじゃん。一緒に行こうとしてる。私もそっちに行こうかな。一緒の時間帯に行くってこと？そうそうそう。いや、いいよ、普通に。行こうかな、そっちは。なんでそっちって。どうせ、あれでしょ？どうせさ、そのまま、なんか女の人がさ、どうせめっちゃスタイル良くて、胸が大きかったりとかするんじゃん。いや、全然そんなことねえから、なんだよ、それ。絶対さ、鼻伸ばしてたんでしょ、どうせ。鼻伸ばしすぎて、歯出せないぐらい伸ばしたから、どうせ。そうでしょ、デレデレしちゃってさ。デレデレしてないから、確かに、まあ、胸は大きかったかもしれないね、多分。なんか、あの、死をまたぐぐらい大きかったかもしれない。いや、まあ、そう。苦じゃなくて死だからね、死をまたぐぐらい怖かったから。だから俺は目、前見えなかったもん、暗くて、ここ手がさ、あの、またいじゃったから、もうすごいあれだったよね。
まあでもその冗談置いといても冗談じゃないでしょ、絶対絶対冗談じゃないでしょ、この言い方。こういうふうにこうやって押し付けられるかもしれない、こうやってほら、ね、怒るのが嫌なの、ほんとに。そういうのマジで嫌だ。冗談だってんだ。そういうのさ、下心あってさ、ないから、そういうの受けてきたんでしょ。違う、女の人がかわいそう、ほんとに。いや、違う、打つでんだよ。だってさ、下心丸出しじゃん。いや、違うって、だから別にさ、女性の人に疲れるのはいいんだよ。いや、疲れる、女性の人に違う、女性の人にあの歯をやっても直してもらうのは全然構わないけど、いちいちわざわざそういう風にさ、なんか年が同じぐらいで胸もあってみたいな、なんかそう親近感あるみたいなさことをわざわざ言ってくるから、私がこういう風に嫌だって言うんだよ。いや、だって別にいいじゃん、別に行ったってさ。え、だってさ、デートする時だってさ、私と手繋いで歩いててもさ、なんか他の女の人見てたりするじゃん。見てねえよ。見てるよ。え、それはさ、自分で自覚ないってことはさ。いや、見てねえって。そういうなんかセンサーが働いてるの。見てないから。そんな変態なことしてないから。じゃあ、でもしかもさ、なんかさ、目の前から来る女の人がさ、めっちゃボインの巨乳でさ、前から歩いてきたらさ、なんか私の耳元ってさ、ボインボインって言ってたじゃん。言ってたじゃん。そんなわざわざにさ、言わなくてもいいじゃん。言ってねえから、そんなこと。なんでそんなの言ってるの。いちいちさ、ね、ボイン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 って。それは違う、それは。何が違うの。それは勘違いしたよ。んちゃんがトイレから帰ってきた時に、んちゃんが今みたいなニットをつけてるから、俺がんちゃんがいる時にボイン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 っていう風につけて言ったら、んちゃんがそれで切れたんだよ。俺、人様にそんなこと言ってない。それ、んちゃんがトイレから帰ってきた時にニットをボイン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 っていうのを口ずさんだから怒ったんでしょ、ね、あんたそういうこと言うんじゃねえみたいな。だとしても言わなくない、普通。じゃあ、タイウンタイウンです。ね、ボインとタイウンはだいぶ違うよ。タイウンタイウンっつって、ね。もう、んちゃんがこういうふうに振るから、こういうふうに俺が乗ってふざけたこと言ってるわけ。え、でも本当のことじゃん。ってないから。別に鼻の下も伸ばしてないし、エロい目で見たい。ただ、俺は別に、ああ、いい人だなって思って、だって大事な歯を預けるわけだし、普通にメリットとしてもいいかなって思ったから行ったんじゃん。で、俺は行きます。やだ。行くから。いや、無理。え、だったら意味わかんねえよ。だったらホームホワイトニングでいいじゃん。いや、なんでホームだ。そんなできないよ。だっていつもシリに1時間40分タイマーとか言ってさ、うん、やってくれて、パッツ外してくれてプッてやってるんですよ。俺そんなのできない、うん、いい。俺6時間ぐらい放置するよ、多分編集したりすると。え、大丈夫だよ。私がちゃんとあれ塗ってあげるよ、歯に。なんで塗ってあげるよ、別に。主治医になってくれるの。別に、一時、うん。専属ボイン。うん、専門になったけど。先生は専属ボインになってくるの。仕方なかったんでしょ、話したくて。違うよ。ね、普段さ、私と二人、ずっと二人きりでさ、女の人と関わることないからさ、今日みたいにさ、めっちゃちょっと可愛くて美人な、で、ボインな女の人に、ちょっと言い寄られて、ちょっとなんか嬉しすぎて、私に報告したかったんでしょ。違うよ。ね、そうだよ、本当に。あんた分かりやすすぎるよ、本当に。あんた分かりやすい。分かりやすい、本当に。顔がもうずっと言ったって、にやけてね、帰ってきた時からずっとにやけてたよ。一応報告、通いますって報告しようと思って、そういう意味じゃないけど安いから、じゃあその広告無駄になりましたね。無駄だったよ、誰に行かせてくれたいの。無理です。お、可愛いね、今日なんかボイン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 って感じじゃない。だからそういうのボイン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 いちいち口に出さなくていいって言ってるから。あー、間違った。今回マイルちょっと動画撮ってたんですけど、うん、今回やりたかったのはさ、もう俺ずっと家でさ、りっちゃんね、出かけてたじゃん、うん、暇だったわけですよ僕、うん、そしたらさ、ホワイトニングしたいなって話ずっとした時にさ、うん、調べてたらなんかふと思いついた時にさ、なんか結構そう女医さんばっか出てきたの、うん、やってる人が保育員みたいな、あの講師なんかいろいろイメージ画像みたいな。だからその時に、あ、担当の主治医がこれからなんか美人歯科医とかだったら、なんか男の人好きじゃん。だったらどんな反応するのかなと思ってやっていたんだけど、どうだった。結構なんかメンヘラみたいになったね。うん、ちょっと待って、うん、全然覚えてない。いや、覚えてない。めっちゃなんかいくらみたいなさ、これ出すか、ね、ってさ、5000円はダメで8000円はいい。え、だってさ、うん、もう下心悪いみたいだから。それはにっちゃんが乗ってきたし冗談で言ってるわけじゃん。冗談じゃないじゃん。でもなんかで話した内容は全てさ本当のことじゃん。だって、え、だって言ってないもん。え、言ってないの。言ってないよ。え、だから架空の話をしたの俺。何それ、よくやるね。だから架空で言った体にして、うん、
あの行ったら面白そうだなと思って。あ、そういうことだから行ってはないよ。あ、行ってないよね。行ってないよ。あ、本当に行ってきたのかと思った。行くわけないじゃん。架空で思いついたからやってみようって。あ、よかった。ボイン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 これからエッちゃんの歩く効果音もそうでしょうか。ボイン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 って本当あれ大好きだね俺。女の敵。なんか自然とガールハントしてるから、うん、なんかすごい騙されやすそうじゃない？女の人に、うん、なんかすごいさ、うん、なんていうの、ハニーハントで騙されやすそう。ハニーハント、ハニートラップ。ハニートラップ。ハニーハントはプーさんだよ。頭プーだな。うぜえ。なんか帰りみたいな頭だった。混ざっちゃったらプーさんとハニーハントと。プーさんってなんだよ。頭プー。これから君の名前、はい、頭プー。自己紹介を中。ちょうど黄色いからね。ハチミツちょうだい。ハチミツ食べたい。